小川議員。ありがとうございました。いずれにしても32年って、これはもう本当にマスト、死守しなきゃいけないところなんで、これに合わせてどう展開するかということで、考えていくことかと思います。それで、先ほどリスクマネジメントの視点かなということでですね、お話した中の一点です。やはりコストっていう話になっていくと、本当に利用者にとってどこにもあるようなつまらない、体育館になってしまうんじゃないかと。でコストとそういう機能はもう対のものではあるんですが、ただ工夫とかですね、いろんなことによって実現可能だと思います。それでこの辺のご努力に期待してまいりたいと思います。から2番目 のコミュニケーション計画の方なんですが、これも個人的にもこういうプロジェクトをずいぶんやったもんですから、毎週のごとくですね、そこの会社のトップにこういった報告をさせられます。で、1週間遅れたからこれどう回避するんだって、非常にシビアなプロジェクトマネジメントを経験してきました。それから見ればまだまだゆっくりできると思いますが、ただ客観的に見ててこれは特別委員会での検討ということになるかと思いますけれども、例えば議会がどこまで、その確認をしていくのかということもぜひ、調整をしていただきたいなというふうに思います。これは私からのお願いであります。それから RFP 作成に当たってのということですが、私の経験からのところ3点ほどご説明させてもらいます。1点目がですね、記述と解釈の面から要求の曖昧さをなくすこと、曖昧な文章は書かないということです。で、とにかく提案者というのは、これがどう転ぶかわからないというときにリスクヘッジを行います。そのために予算が膨れ上がる可能性があります。そういう意味では要求の曖昧さを軽くなくしてほしいというお願いであります。それから多分これからも出てくると思うんですが、いろんな今までのコンセプトからブレイクダウンしてくるところの機能があると思いますけど、やっぱり優先順位の設定というのもこれ必要になると思います。で、優先順位を設定して、これも例えば議会が理解していれば、ここはしょうがないねというような形のところも出てくるのではないかと思います。それからもう一つはこういう全体のプロジェクトをやっていくときの話なんですが、先ほどちょっと市長もいつのマスタースケジュールかわからんという話がありましたけれども、マスタースケジュールというのはもう変えちゃいけないものなんですね。で、それに対して、いわゆる進捗の管理とかを行っていくんですが、どうしてもダメな場合に、もう一回その前段の推進体制に戻って、その承認を得るというやり方を取るべきだと思います。だから、途中こういうのもあったらいいね、ああいうのもあったらいいねっていうような、フェーズが来ると思います。で、そういうところの、追加要求の変更に対してどんなふうにしていくのかというような、対応策を検討しておいていただきたいと思います。あと一点だけです。これは検討していただければいいんですが、プロポーザルを出すというのはですね、ものすごい体力がいるんです。で、求めるそのドキュメントということに対して必要でないものは落として軽くしてあげてほしい。何が必須で何がいいかっていうのはですね、その辺のメリハリをつけていただきたいということであります。で、オリンピックの身体か競技場ですかありましたけど、その当時の新しい体育館においてもシンボリックな景観とかなんかそんなことが呼ばれていて、で、景観上もやはり30年先ですか、でもこう
評価されるようなデザインにしてほしいというのがありました。そのデザイン性ということと、その機能性並びにその、お金ですね、こういったものがトレードオフになる可能性があります。でこの辺をどのようにしていくのかということは一つ重要かなと。で、午前中総合評価方式の話がありましたけれども、技術提案部分と、実際のコスト積算というのがありましたけど、それに類するものかもしれません。で先ほどのプロポーズ参加は大変なもの、リスクを伴うんだということでですね、話がありましたけど、まあ、中にはその、デザインは非常に良かったと、だけどコスト高かったんでダメだったっていうようなことが出てくると思います。まあ、そういう意味でプロポーザル参加に対しては参加デザイン参加料みたいなですね、落札はできなかったんだけど参加していただいて、まあ、いろいろ知恵もいただきましたというようなことに対して、参加料を払うという方式もあります。まあ、これをやればかなりのところがまあ、01で落札できなかったら何もないんだねということは回避できるので、積極的なプロポーザルの機会ということになるかと思います。時間だ。はい、ご検討いただければと思います。最後の説です。地域プラットフォームについては1点だけです。吉田の方でせっかく子育てしたくなる町ナンバーワンを目指そうと、まあ、塩尻の中でもそういうようなことで地域づくりをしようというふうにまとまりつつあるんで、どのような支援ということになるか分かりませんけれども、ぜひまあ、ケーススタディとして、関わっていただきたいなというお願いでございます。よろしくお願いいたします。それから、業務委託の話についてはちょっと初めてだったので、まあまあ、これくらいの規模で、だいたい予算が、全体予算の 10% ぐらいなのかなというふうな認識でおります。で、まあ、この辺専門性のサービスということと、まあ、自前化、直営化っていうんですか、まあ、その辺のところは絶えず変化していくのだと思いますので、予算コントロールについて、さらなる検討をお願いしたいなと思っています。それから、じゃあ、一点だけ茜部長にお聞きしたいと思うんですが、まあ、当初ワイナリーフェスタ参加して、まあ、ワインを経験するということからですね、やっぱり塩尻のファンを増やすというふうにこう大きな命題になったときに、何かこうアプローチといいますか、なんかそれが変わってくるところもあるのかなというふうに思うんですが、その辺についてのご所見をいただければ。ブランド観光地域ブランド担当部長。はい、ですね、ワイナリーフェスタについてはですね、いまだにやっぱり塩尻市の最大のその人気イベントとなっております。これもご存知かと思うんですが、これについてはですね、現在のところは、来年度一応人数を少し増やします。それから開催時間もですね、来場者の希望によりまして30分早めて、終了時間は1時間ほど、まあ、遅らせるというような形の中で、より塩尻をあるいはワインを楽しんでいただくという形のイベントにしてきておりますし、ここから発生する、まあ、我々次のステップとして、この間も答弁いたしましたけれども、高速バス、これを活用したですね、そういった着地型の新しいイベント、ワインに関連したイベントも作っていきたいということで、来年度取り組む予定でいます。5番議員。はい、ありがとうございました。最後、マツクイムシの件でありますが、予算ないので、はい、予算につきましては、松本市が予算がなくなったので手当が遅れたということがありました。これは財政上の措置だけの問題で、そういうことはあってはいけないと思いますので、先ほどご説明いただいたような内容で対応をお願いしたいと思います。最後になります。
私の質問答弁が篠原事業所の、議会最後の答弁となるようで、誠に光栄に思っております。篠原事業所におかれましては、長年にわたり産業政策に関わられ、多くの貢献をされてまいりました。合わせて多くの人材を育てられたことと推測いたします。本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。以上をもちまして一切の質問を出していきます。ありがとうございました。以上をもちまして村田茂之議員の一般質問を終結いたします。